グース・ゴスリンはアメリカ合衆国ニュージャージー州セーラム出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。グースは彼がうるさいほど外交的だったことからついたあだ名である。1921年、サウスアトランティックリーグのコロンビア球団からワシントン・セネタースに入団。強権と勝負強い打撃で2年目から外野のレギュラーとなる。入団4年目の1924年に、 ダリズ、344、打点129で、打点王のタイトルを獲得。セネタースを、リーグ制覇に導く。同年のニューヨークジャイアンツとのワールドシリーズでは3、本塁打、7打点を挙げて、シリーズ制覇にも貢献した。1925年には、リーグ最多の20本の三塁打を含めシーズン200、アンダーを達成、セネタースはリーグを2連覇する。 ゴスリンは1924年から1928年までの5年間、打率で333以上、100打点以上の成績5年連続で上げた。また1928年には打率379で、首位打者にも輝いた。1930年のシーズン中に、ヘイニーマ・ナシュラとの2対1のトレードでセントルイス・ブラウンズに移籍。 ブラウンズに3年間在籍した後1933年に、再び、セネタースに復帰すると、その年、セネタースは3度目のリーグ制覇を遂げた。翌1934年には、デトロイトタイガースに移籍、チャーリー・ゲイリンジャーや、ハンク・グリーン・バーグラーと共に、タイガースの G メンの一員として、チームを牽引し、1934年、1935年と二度の、 ワールドシリーズ出場を果たした。特に1935年のワールドシリーズでは3勝3敗で迎えた第7戦にサヨナラヒットを放ち、タイガースを初の世界一に導く活躍をした。1936年には打点125、122得点、24本塁打の活躍をし、オールスターゲームにも出場したが、1937年末に、 タイガースが放出。翌1938年に3度、セネタースに復帰して38試合に出場するも同年引退した。実動18年で100打点以上を上げたシーズンが12度あるほか、打率3割以上は11度、100得点以上が7度に及ぶ。またゴスリンはヤンキースタジアムで通算32本の本塁打を放っており、これはビジター選手が ヤンキースタジアムで放った本類打の最多記録である。1968年にベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入りを果たす。1971年にニュージャージー州ブリッジトンで死去。ありがとうございます。